準急電車、急行に準ずる電車、準急行の略称とされ、私鉄各線で運転される種別です。東日本では、東武、西武、小田急、東急で、西日本では、阪急、阪神、京阪、近鉄、南海、名鉄、神戸電鉄の各線で運転されています。過密ダイヤの中、多様な種別を設定することで、住宅密集地や都市圏の様々な需要に応える施設ならではの種別であり、利用者の多い駅の利便性確保や、混雑路線における遠距離客と近距離客の分離などにも活用されています。今回は、東日本における準急電車の役割を沿線の街並みとともに紹介します。準急電車は、急行未満、各駅停車以上の位置づけとされることが多いですが、停車駅は路線により様々です。急行電車が途中の駅から各駅に停車する、区間急行、タイプ、急行通過駅の中でも、比較的利用率の多い駅に、追加停車する、準急行、タイプに大きく分けられますが、その設定区間や停車する駅の選定基準は、路線の性格により様々です。路線ごとに見ていきましょう。東京の準急電車は、私鉄各社、小田急、東急、西武、東武の各線で運転されています。近郊区間のみ急行電車と、同様に通過運転し、途中駅から各駅停車になる、いわゆる、区間急行、のような運転形態が、多いですが、都区内だけ各駅停車、郊外になると急行電車になるようなものもあります。どの路線にも急行電車が運転されており、急行の回の電車として設定されています。急行との役割分担が、準急の存在感や立ち位置を決めているようです。東武線は、東京北部から埼玉県、北関東地域を中心に運転されています。池袋から埼玉西部に至る東上線と、浅草から埼玉東部に至る伊勢崎線の、二つの系統に分かれ、いずれの路線にも準急電車が設定されています。伊勢崎線の準急電車は、準急と区間準急の二つの種別が設けられ、同じく急行系電車である、急行、区間急行、と、合わせ、都内や埼玉県の区間で、通過運転、速達運転を、行います。停車駅はこんな感じです。急行と準急は基本的に、半蔵門線に直通し、浅草には行きません。区間、の名称がつく、電車は通常の急行、準急停車駅に、北千住から南側の、各駅を追加したものになっています。浅草を発着する電車は基本的に北千住まで、各駅停車、準急、の名称がつく、電車は北越谷から先は各駅停車、急行は引き船から東武動物公園までずっと、急行運転する、こう整理するととてもわかりやすいです。基本形が急行、区間、になるか、準、になれば、一部の区間で各駅停車となる、通過運転を行う区間は、4種類どれも同じ停車駅となる、さらにこのように整理すれば、一見種別は多くとも、とてもわかりやすい設定であることがわかります。準急は朝夕しか走らない少ない存在でしたが、最近の感染症拡大により、各線で運転本数の合理化が行われる中、輸送力の減少に応じたダイヤの見直しにより、運転本数が増えました。急行の通過区間が東武動物公園までなので、そこまで通過運転する需要がなくなってくれば、今後、全時間帯でメインの電車になってくることも考えられるでしょう。沿線の主な街並みを見ていきましょう。
東上線の準急電車は、とてもわかりやすい停車駅です。東京23区内を、急行運転し、その先の埼玉県内は、すべて各駅停車になる、それだけです。東上線の急行系電車は、池袋となりますオム停車で、運転し、その先は種別によって停車駅が、微妙に異なり、急行は川越から各駅に、停車します。快速は急行より上位種別になり、快速急行が快速よりさらに、速い電車となっています。快速急行はなりますを、通過します。沿線の主な街並みを見ていきましょう。西武線も東武と同じく、池袋から埼玉の飯能に至る池袋線と、新宿から川越に至る新宿線の、2つの幹線が存在します。池袋線は非常に多くの、種別が設定されており、有料特急電車の、ほか、快速急行、急行、通勤急行、快速、通勤準急、準急、各駅停車があります。東武と異なり、快速は急行未満準急以上の位置づけです。準急は池袋、練馬、石神井公園と、以降の各駅に停車します。準急は池袋線の速達電車の中でも本数が多く設定され、池袋線の需要に最も適した電車であると思われます。石神井公園から先の各駅は、急行や快速の停車駅かどうかに限らず、利用者数がそれなりに多い駅が、所沢まで続くため、それらのすべてに停車する準急は便利な存在です。駅と駅の距離が比較的大きいため、急行と比べてそこまで、停車駅が多いことによる所要時間の増加もなく、準急が最もこの路線にとって、合理的な電車であると思います。沿線の主な街並みを見ていきましょう。西武新宿線の準急も、東武伊勢崎線と同じく、
朝夕を中心に運転される比較的マイナーな位置づけです。上石神井まで急行と、同じ停車駅、以降は各駅に停車します。急行はその先の田無から各駅停車になるので、急行と停車駅に対して、差がなく、ここまで急行と準急で、停車駅差が少ないパターンは珍しいかもしれません。沿線の主な街並みを見ていきましょう。小田急線の準急は大きな変化を、たどった電車の一つです。小田急の準急といえば、向こうが丘遊園まで急行停車駅、その先は各駅停車、共同に止まるものと止まらないものがある、というイメージを持っているのではないでしょうか。長い間、準急はこの停車駅だったので、このイメージがかなり定着しているように、思います。小田急の準急は以前は全部の時間帯で運転されていましたが、2002年に多摩線に多摩急行が運転されるようになると、朝晩しか走らなくなり、それが15年ほど続きました。福福線完成により、2018年からは全時間帯で運転されるようになり、千歳船橋、祖師ヶ谷大倉、狛江が停車駅に追加され、全部の電車が千代田線直通となりました。千代田線直通電車は近年は多摩線からの直通電車が中心でしたが、小田急によれば千代田線直通で、都心方面へ利用する乗客の多くが世田谷区内各駅の利用者だということ。それに従い、直通電車の形も変わりました。以前は福福線区間で、急行や快速急行、特急電車と同じ線路を走り、各駅停車を追い越しながら速達運転をしていましたが、今は各駅停車と同じ線路を走りながら急行や快速急行に追い越されるゆっくりとした走り方をしているので、急ぐための電車として認知されにくくなり、常に空いている印象です。混雑を避けて通勤できるお得な電車ですね。小田急は福福線化により、明らかに空いている電車を狙って乗れるようになったので、23区内の利用にはとても便利になりました。現在は朝晩を中心に運転されています。沿線の主な街並みを見ていきましょう。
最後は東急田園都市線の準急電車です。田園都市線の準急は、これまで紹介した路線の準急電車とは、異なり、都心区間の各駅停車の、混雑がひどすぎるため、混雑が集中した朝登り方面の、急行電車を都区内各駅停車に、変更したことにより登場した電車です。田園都市線の準急は、運転開始からしばらくの間は、二子玉川から渋谷まで、各駅停車になる急行という位置づけでした。需要が特殊な朝ラッシュ時間帯上りのみの運転とされていましたが、利用状況の変化などにより、徐々に運転本数が増え、今では終日運転されています。都区内各駅は国道246号線に沿っており、街も人の往来が多く、利用客の多い駅が続くため、これらの駅の乗車機会を確保するために一部の急行が準急に置き換えられたことについては、賛否両論ですが、個人的には準急が運転形態のバランスに大きく貢献していると思います。日中は準急と各駅停車の交互運転でもいいんじゃないかなと思えるほどです。当初は限られた時間帯に急行を一部区間で各駅停車にしただけの停車駅でしたが、現在は郊外側の一部区間を各駅停車にしたり、急行と異なる役割の電車になっている場面も見られます。都内は各駅停車、神奈川県内は急行電車と覚えておけばわかりやすいと思います。今は日中に急行と合わせて10分間隔で運転されています。急行に追い越されることはありません。沿線の主な街並みを見ていきましょう。以上、各路線の準急電車を紹介しました。急行の補完的電車として運転されることが多く、通勤時間帯しか運転されなかったり、本数が少なかったりすることが多いですが、利用実態が変わることで、今後、役割が増えるかもしれません。急行が通過するけど、準急は止まる駅、そんな駅の駅前や商店街が、結構、面白い場所だったりするんですよね。駅で準急電車を見かけたら、途中下車の旅に出かけてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。